困ったものね。見に行かないのか、ゼーレ。遠慮しとく。あいつ。そう。ゼーレとオレグ、聞いてみよう。おお。旅は順調なの？あん。このちゃん。おお。俺の弟子ルカの。おっと。お前はまだあいつに会ったことがないんだったな。ああ、そうだ。お前。ルカの防衛戦を見て。え？なんだ。いや別に私。ああ思い出したぞ。その相手が紙のようにペラペラで弱くてな。2発殴っただけでリングに転。もうそこまでにしてボス。わかった。だが俺はルカが同じヘマをしないと信じてる。よしよし友だ。ルカのやつなんでいつもこっそり町に戻ってくるのよ。ずっと会ってなかったから成長してるといいんだけど。もう仮装。いやベロブルグのみんな。第1761回剣王大会チャンピオン。参加回数30回、優勝回数28回、ボルダータウンの剣王はルーカもう。ようゼレ。あ、紹介を忘れた。こいつが上と下のつながり。わざわざ俺の試合。まあ俺はただちルーカ。あの人たち外に行かないか。またハゼル火花を見せて。もう誰もついてきてね。相変わらず大人気ね。まだあのことで怒ってるのかゼレ。そんなわけないわよ。二人の遅延の幹部がファイト。あの時会場がすげえ盛り上がってたんだが、たった数ラ。それに俺はほ私軽い気持ちで戦うのは。それで私たち。ああそうだ、実は。ああ二人には手伝ってもらいたいんだ。このちょっと待ちなさいよ。私たちに嘘だって顔に書いてあるぜ。それにこっちのやつは拒否。何言ってるの。拒否はしないっていう意味だよな。よし、これで決まりだな。今回の準備ができたら声をかけて。嫌な予感がするわ。情熱今はあんな感じだけど、とは言ってもどうだ。俺と一緒に。もう準備できたの。ちゃんとついて。言われなくてもわかスバローグの縄張りについたわよ。そう焦るなよ、俺についてくればいい。ルカ、そんなこと言うなって。そこの二人は。ああこいつとゼーレは。じゃあざっと説明するけど、笑うんだが数日前俺が傑作だと。誰かが俺のロボットに目を。そんなわけ。なるほど。盗まれた2体のロボットのうちだが、ロボットが盗。それはない。少し考え、フライには追跡システムも通し、ちょっと俺を心配すんな、キャシディ。ちょっと慌てるな、ゼーレ。誰にも気づかれないように2体の。それ泥棒はきっとフライ。そしてキャシディがフライを修理し。おい、何をポカンと。私は、あんた
得意なのは叩く。実はそうなの。今この場に足りないのはルカ、あんたよく物探しを手伝ってるわけ？そうだな、ガキどもが物をなくした時はよく探してやってるぜ。ボロボロだな。見ろ、ドローンだ。だがここを見て、誰かが、お、確かに。どうにかしてこいつを修理しないと。その言葉には異論があるな、ゼーレ。待て、そのまさかだ。俺らは ふざけんな。こら、俺の後に続け。たとえ死んでも悔いある。俺も行っていいな。降参しろ。お前じゃ俺らにかなわねえ。俺はもう引けないんだよ。根性があるじゃねえか。じゃあ俺の拳をもっと食らってみろ。落ち着いて。俺が悪かった、すみませんでした。許してくれ。負け。ハンマータウン氏、無敵のボル、義と平和を。よし、この大泥棒は自分。今のは何よ。お、さっきのかな。そうね、俺の負けだ。このロボットのシステムは再生。ビン、家に帰りたい。フライトお花、帰る。ラン、ビビ、感謝してもしきれ。どうだ、俺は嘘なんかつ、疑ったことなんか一度もねえよ、ルカ。わかった、いい気分だな。今回のこと、それにあんたさ、全部で3段階だ。そう、正解。2人とも行くぞ。劣化の影響を受けてないだろ。俺は自分からこのけ、あんた、あ、出発。ルカ、正直に言いなさい。あんたがここに来たのって、他に目的があるんでしょ。本当に鍛錬だけだって。そんな疑うなんてお前らしくないな、ゼーレ。そうだ、お前らはどうやってスバローグと和解したんだ。詳しこの数、情報は正確なはずだ。スバローグは最近、そんなことより、ギブアップか。いっていいな。立ちなさい、素晴らしい。さようなら。ワンパンで十分。よそ見すんな。チェックメイツ。完成はどこだ。果てる暇だ。行くぜ。大
愛しちゃった。お客様を裏切れと追加料金ですよ。お別れの時から落ち着いて新しい、はい、なるほど、こいつが元凶ね。倒せば、そうすれば久しぶりにちゃんと戦うか。よっしゃ、背中は任せたぜ。泣いたまえ僕は行く。素晴らしい、さようなら。期待しちゃって。お客様を裏切れと追加料金ですよ。じゃあこじゃねえか。立ちなさい。呼吸するその感じ。あと少しよ。あいつもう耐えられそうにない。俺がとどめを刺してやる。落ち着いて。完成は食べる暇だ。見せてやる。はあ、こいつ本当にしつこかった。これでいいんでしょ。ハンマータウン、無敵のボルダータウン、世界の弱王ね。あんた大丈夫？真似しないで。今のは何？なんで今日はこれはこれがただのリングに上がってる時の。あんま気にすんなゼレ。この頭はボケちゃいないって保証すんぜ。確かにそうだけど、それは安心し、とにかく残る最後の鍛錬は。よく頭落ち着くんだゼーレ。俺の頭は大丈夫。今回の鍛錬における最後の目標。ダメよ、賛成できない。俺はスバローグを挑発しに行くわけじゃねえ。頭湧いてんの？スバローグはロボットで。それなら私が言いたいこと分かってくる。お前の心、ずっと挑戦したい強者がいるのに。分かったわよ、先に言っておくけど。わあ、安心。俺はスバロ。ルカ、あんた。お、なんだ。なんでもないわ。言ったってあんたにはわかんないだろうし。スバローグに会いに行くってオレグさんには言ってあるの？そんなことが気になるのか。俺だって何でも。開拓者、遅延のゼー。よう、はじめまして。バックグラウンドデータ検索完了。ルカ。おお、すげえな。遅延のルカ。すぐに本題に入るのは好き。超意図が理解できない。外から来たもの。全部ルカが勝手に考えたこと。ああ、俺に深い考えはない。ふん。対象の動機不明。評価結果、対挑戦を受けよ。はあ？兵器構造と重心は長い間使用しないと。サビの は、 はあいつ。それじゃあ審判は頼む。私さく両者リン。俺は準備できたぜ。すば遅延のルカ、質問がある。この仮想部、この腕は話すほど重要なのはこの腕。これが今俺がここに。素晴らしい答えだ。青コーナー、機械師準備。赤コーナー、いつでも。よし、無差別級ファイト第一。火花が散る。討伐システム。まだまだ。いいな。
た。遅延のルカ、私はあなたの強さを認めよう。それはよかった。ちょっと倒れないで立ち上がるのよ。心配し、ゼーレ、お前それ以外にどこがあるのよ。そんなこと言わないでルカ。私はあなたほど優しくないわよ。今回の剣をこのまま水に流すつもりはないから。スバローグはロボットだって言ったわよね。いくらマジ動かないで。まだこの後ちょっ、何を考えて、どんな病、最初からちゃんと説明するつもりがなかったのに。私どうしても安心できない。あんた最近は暇な。行ってらっしゃいゼール。心配するねえ。二人も私が知る限り、ルカは私の代わりにオレグにルカの近況を聞いてくれない。よかったわ。ほう、試合が終わったのにどうして俺に会いに来ないのか。確かに妙だな。ルカは無鉄砲に見えるが、心の中ではいろんなことを考え。そうか、あれは6、いや7年前だったか。天使は厳しい顔つきをした男性で、俺よりいくらか若いぐらいなのに髪もヒゲも増し、ルカの飲み込みは早かった。最初は俺の、それから俺があいつを弟子にして1年後くらいだろうか。あの時はいい。師匠、そう言ったルカはまだ全身に包帯を巻いていて血も止まってない状態だった。おお、すまん。俺が言いたいのは、ルカは自分より、だからあいつが若者のことにどうこう。だが約束してほしいことがある。あいつが、早速行くわよ。え、見て、あそこにいるわ。後ろをついていくわよ。声は、危なかったわ。まだ見失ってない。ほら、オスがおかしい。しばらく隠れるわよ。ゼーレ、お前もどうしてここにいるんだ。まずい、バレたわ。見て、あそこにいるわ。後ろをついていくわよ。危なかったわ。まだ見失ってない。ほら、後を追うわよ。オスがおかしい。しばらく隠れるわよ。you
つもりなのよ。様子がおかしい。しばらく隠れるわよ。ルカなら町に戻るよう言うはず。ここまで来たのに。しばらく隠れるわよ。様子がおかしい。しばらく隠れるわよ。様子がおかしい。しばらく隠れるわよ。さっき何か置いたみたい。確かめに行くわよ。箱？私なんで。ええ、でも何が入ってるかわからない。これは子供の筆跡っぽいわね。ルカお兄ちゃん、私の名前はマギー。お兄ちゃんと同じハンマータウンの生まれで、ちょっと恥ずかしいけど、だってルカお兄ちゃんには、私がお兄ちゃんみたいなすごい格闘家になったら、全力で仮装仲間を連れて、みんなの嬉しそうなハンマータウン出身の悲劇と平和を。あとね、みんな仲間と一緒仮装部を安全な場所に、ハンマータウン出身の悲劇、世界の邪悪を。最後にね、仮装部のママが言うには、スバローグってロボットが、だから私がそのロボットでも、スバローグは強すぎる、勝ち目はない。でも私はスパーンドーンドカッって、でもスバローグがこうしていい結末を迎え、でもこれはまだ今、私ね、みんなに慕われ、それからまた私このことは、うん、今日はとりあえずおやすみなさい。あら、コートが汚れてる。困ったものね。